皆様こんにちは。韓国語勉強ボット管理人セブンポーカーです。前回は合成母音ウォーとかウーとかやりましたけども、次は子音部分を、やっていきたいと思います。もう一度おさらいしたいのですが、これは G の子音、これは D の子音、これは S の子音、これは D の子音、これは、J の子音。ちょっとペンが細いので見にくいかもしれないんですけども、ちょっと見づらいという方はスマホじゃなくてパソコンで大きくしてみてください。で、これらがですね、2つずつになる。韓国ではサンチャウムというふうに言うんですけども、このサンっていうのはですね、双子っていう意味があります。双子の子音です。それでは、2つずつ並べていきたいと思います。単純に2個書けばいいんですけども、 G だったところは GG で KK になります。で、 D だったところは、DD で TT になります。 S は SS、B は PPJ は、JJ なんですけども、チャーがもっと強いチャーというような感じの CCH みたいな、ちょっとオリジナル入っちゃってますけども CCH みたいな音になります。で、まあ、強く発音しましょうねとか、なんかこのティッシュを前に置いてカとかさとかたとか、なんかちゃんとティッシュが触れてますかみたいなね、そういうやり方とかよく見るんですけども、どうすれば出てくるのかなみたいなふうに思ったんですけども、こう運動した後に息がはあはあ切れてるじゃないですか。で、あのははっていうちょっと短い息の切れ方にこれを乗せれば、いいんじゃないかというふうに思いますね。じゃあ次は、こんな単語がありますよで見ていきたいと思います。最初は、
GA のガが来て、次が KK のカが来て、下に P が入ります。で最後にダをつけます。これでガカプタという、近いという形容詞ですね。近いというふうになります。でこれ B で覚えてたんですけど P ですよねみたいに感じるかもしれないんですけども、これらはパッチブの世界になってきますので、こういうところに曖昧に子音が取り残されてるとどんなふうに発音するのっていうのがいくつかパターンがあるんですけども、これがやっぱり難しいと言われてますよね。それは別の動画でパッチムになれようという動画で、取り直しますので、 B だけど P になりましたということで覚えておいてください。次が D。 D が2個ある単語を探してみたいと思います。で、この TT の子音を使った単語といたしまして、タッタッタダという暖かいという形容詞があります。で、ちょっとカタカナで書いてあげた方が読みやすかったかもしれないんですけども、ちょっと変化を起こしてますのでちょっと難しく見えますけども、アルファベットでやっていきます。タッタダで、これハですよって覚えてたんですけども、タダで終わります。最初の2つは強い T ですよ、タッタタダ、タッタで、3番目に来るタは普通のタになります。普通のタっていうのはこれです。アルファベットの E 書いて A 書いてタの方、普通のタで、まあ入門よりも上の方たちに、説明したいんですけども、S でしたよね。 S がなぜ突然ここに来たのかっていうのが、この S の子音、 S のパッチムプラス、H の関係で複雑なんですけども、一応解説しておきたいので、 S は D になりました。 S のまま取り残されると D になるという法則があります。 D と H はぶつかり合って T に変化したと。だから S が来た H が来たっていうのは何かをやらかしますから、注意、要注意ですね、これは。で、あえてこの単語を出したのは、今寒いじゃないですか。だからこの形容詞は意外と見るかもしれないです。温かいコーヒー、タッタンコピーみたいに
使いますので、じゃあ次は B に行きますね。B を2個書きます。一旦は、BB なんですけども、PP になります。でこれを使った、単語といたしまして、バッパよ、忙しいですっていう意味があります。最初の部分はイエーという読み方になります。これ合成母音の時にまだ紹介しなかったような気がします。まあもともとはこのひげが一本ないえーですよの時にえーまでやったんですけども、ヒゲ2本、縦2本のセットだと、イエーという発音になります。で、右側の母音、これは、オーですよと。口を縦に開けてる方のオーですよと。で、これは、やゆよのヨーですよと。で、イエッポーよと。これは、かわいいとか、きれいとか、いうふうに使われています。で、僕これ、可愛いとか綺麗の単語だよなって思ってたんですけども、その韓国人が僕のベルトを見て、あ、そのベルトいいですねみたいな雰囲気で、あ、イエッポヨみたいに言ってたんですよ。なので素敵とかちょっとそういう意味も含まれてきます。だから直訳はちょっと難しい部分ですね。じゃあこれが PP のが入る部分です。じゃあ一度、消します。次は SS が入る単語を探してみたいと思います。書き方は人人。じゃあ最初に、B を入れます。これで B です。でここにアー母音を入れます。ビッサ、最後にいつも来るなんとかよなんとかよっていうのはデスマス調の時に使っています。で何々住むにだ、何々いむにだっていうのは何々ございますっていうもっと上の敬語になっていて、もうちょっと会話っぽくすると何々よ何々よの方のデスマス調になっていますので、これがあったかなかったで、あったかなかったかで簡単にタメ口に切り替えることができます。だからで、あ、その前にこの意味ですね。これは高い、お値段が高いという意味があります。
うわ高いねみたいな時にピッサと、ここ強く意識してビッサよっていうふうに使います。では、最後の三チャウム二重母音ですね。まず J を書きます。もう一個書きます。 JJ なんですけども強くなるので CCH みたいな強さになっていきます。じゃあこれの、単語を探してみたいと思います。ではまずアーの母音を書きます。これで強いチャで、最初にガーを書きます。これでガッチャという、意味なんです。あ、意味じゃなくて発音なんですけども、これは偽物という意味があります。まあ、あまり聞いたことないかもしれないんですけども、あえてこれにしたかったのはこの反対の言葉が、面白いんですね。最初に J、 次が I、 最後に N。 これで人茶という、これは聞いたことあると思います。本当とかすごくみたいな歌詞の中でなんかちんちゃちんちゃみたいなのよく聞きますよね。あの言葉の反対がさっきのやつだったんですね。で、これで子音が2個あるよシリーズは5個できたと思います。これも難しく感じると難しく感じるので、2個あるとで強いと、そこまでで別にいいんですよね、子音だから。だから難しいっていうのはもうずっと続きますからね、なるべく理屈で覚えていった方が楽ですね。で、次の動画では、パッチムが難しいですよと、でも難しくないですよの話を、していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録お願いします。